ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション。ジェネシスは次のイベントを進めるために必ずプレミアを狙ってくるだろう。プレミアを奪われることも、クエストをクリアされるわけにもいかない。そのために俺はあいつと。あ、ほら、また難しい顔してる。なあ、ごめん。元気がないのですか？もう最近多いんじゃない？そうして悩んでいること。またぴったりしますか？いや、あれは大丈夫だ。ん？どうしたの？なんでもないぞ。なあ、プレミア。はあ。ねえねえ、話は変わるんだけど、みんなでピクニックに行かない？ピクニック？そう、今話をしていてピクニックしようってことになったの。楽しそうだよね。みんなでフィールドに出てお弁当食べて、釣りとかもしたいね。現地調達の料理も外せないと思うんだ。うん。その後は寝転んでお昼寝しよう。あ、寝ちゃったらログアウトしちゃうんだっけ。他にもダンジョンの探検やモンスターの討伐競争など遊びはたくさんありますよ。ああ、楽しそうだな。その話乗ったよ。はーい、みんなでピクニックです。後でリズたちにも知らせておかないと。じゃあ各自の担当もさっき話した通りでいいのかな。各自の担当って？ピクニックをするにあたって準備の担当を決めようって話。みんなにそれぞれ役割を考えてあるんだ。僕とアスナとシノンは料理担当。お、そういえばユウキとシノンはアスナと料理の練習をしていたもんな。うん、あれからも血の滲むような秘密の特訓を重ねて、いろいろなものを開発することに成功したんだよ。なんかその言い方だととても料理の話と思えないな。私はリズたちと一緒に食材探し。伊達に野営はしてないからね。驚くような食材を取ってくるよ。だからといっておぞましい食材を持ってきたりしないよね。ちょっと、別に変なものは取ってこないってば。私が狙ってるのはラフレシアンスネークっていう。絶対に取ってきちゃダメ。え、なんで？私とユイはお店を回ってピクニックに使う道具を集めるんだ。食事を並べるためのお皿やもしもの時の回復ポーションなどですね。へえ、きちんとできそうか？任せて。ユイの面倒は私がきちんと見るから。いや、心配しているのはストレアの方なんだけど。私？変なものとか余計に買い込みそうなイメージが。ひどい。そんなことしないよ。ちゃんとおやつも300コルマでって決まってるし。学校の遠足かよ。大丈夫です。お姉ちゃんの私がストレアの手綱を握りますから。任せたぞ、ゲイ。なんか納得いかない。それで俺の担当っていうのも何か決まっていたりするのかな。君はプレミアちゃんと一緒にピクニックの場所探し。お、責任重大だな。そうよ、最高のロケーションを探してきてね。モンスターのいない安全なエリアで、お日様の光がポカポカしてて、景色も綺麗で、花が一面に咲いていて、小鳥がさえずっていて、ウサギやリスたちが私たちの近くまでやってきて。おい、どんどん妄想広げるなって。一緒に綺麗なところを探しましょう。ああ、頑張ろうな。元気になりましたか？このピクニックの話ってね、プレミアが
君が最近ずっと難しい顔をしているから元気になるための方法だって考えたんだよ。私は社会科見学をさせてもらって楽しい気持ちになりました。ですから元気がない時は社会科見学をすればあなたが元気になってくれると考えました。そういうことか。プレミア、ありがとう。おかげで元気になったよ。そうであれば私も嬉しいです。よし、それじゃあ二人で最高の場所を探しに行こうな。はい。この辺りがいいかなと思って来てみたんだけど。ピクニックにおいて場所探しは責任重大。最高の場所とうまい飯が一つになってピクニックは完成するからな。最高の場所ですか。例えばさ、そこに寝っ転がってみなよ。こうですか。そうそう、そして周りの景色を見渡す。周りの景色、広い草原の植物たちが風によって揺れています。景色は綺麗だし世界の広がりを感じるだろ。なるほど、綺麗で世界は広いです。よし、じゃあここはピクニック候補その1だ。この調子で他の場所も探しに行こう。はい、最高を探し当てましょう。どうした、プレミア。こうしていると楽しいと思いました。みんなでピクニックしたらもっと楽しいぜ。そうですね、期待に胸が膨らみます。その表現、クラインが言っていたんだろう。その通りです。まったく、そんなの信じちゃダメだからな。すると今私は巨乳ではない。私もなれるでしょうか、巨乳。いや、どうかな。前にシリカがリーファの胸について真剣に話していたことがありました。あれはずるい、神様は女の子に平等であるべきだと。なので胸の大きさは大事なことなのではと考えたのですが。大事かもしれないけど、ひとまずその方面の知識はこれ以上得なくてもいいからな。そうなのですか。わかりました。やれやれ。あ、プレミアにクエストマークが。クエストが進行したっていうのか。でも6つ目の成績は女神が2人揃わないと手に入らないはず。プレミアは俺とずっと一緒にいたのに、なぜなんだ。どうしましたか。プレミア、ピクニックの場所探しは一旦お預けだ。前に行った野営地に向かうぞ。はい、わかりました。ん、なんだこの違和感は。前に来た時と何かが違う。人が全然いません。確かに
でもなんで。え？声がしたぞ。向こうだ。行ってみよう。力のないもの、弱いものは淘汰される。さよなら、モーブ。何か用ですか？なんでこんなことをしたんだ。あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める石を持っていると言いました。しかしその石を渡そうとはしませんでした。なのでこうして手に入れただけです。必要なものを手に入れるために。よう、ヒーロー、なかなかしつけがなってんだろう。ジェネシス、結構苦労したんだぜ、ここまでにするのは。お前がやらせたのか。面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだよ。けどよ、このゲームでは NPC を攻撃すっとブルーカーソルになっちまう。それでその子に NPC を襲わせた。冴えてんだろう。これからはこの攻略法が流行るぜ。こいつ普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに、学習スピードだけは異様に速くてよ、他のゲームの NPC とは大違いだ。いい道具になるぜ。マスター、石を手に入れました。時間がかかりすぎなんだよ。もっと早く済ませろよ。わかったな。なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ。おいおい、記憶力大丈夫か。前にも言っただろう、世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているか。いないだろう。あ、何が起きた。クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった野営地から追い出された。なるほど、確かにクエスト6が更新されたみたいだな。次にやることが表示されてるぞ。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせる、だってよ。今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。つうことで、そのモブをよこせ。断る。しょうがねえな。おい。はい。そこの男をぶっ殺してお前の双子を奪ってこい。わかりました。さあどうする、モブのヒーロー様。お前にこいつを切ることができっかよ。ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ始めろ。あなたも私たちを拒絶すると言うのなら、ここで消えなさい。この攻撃もジェネシスが教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。やっ。このまま裁き続けるのはさすがに無理だぞ。
なぜあなたは攻撃してこないのですか。なぜって、君と戦う理由がないからだ。戦う理由？俺はこの世界を、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。私は失いたくない。君はこのままでいいのか。相手は一人じゃないって忘れてんのか。ああ、何フリーズしてんだよ。さっさととどめを刺せ。私にはなすべきことがある。アスナ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。間に合ってよかった。アスナ、来てくれたのか。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。はぁ、脅しのつもりか。お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。仕方ねえな、俺が片付けてやる。前と同じだ。戦いの前にメニューを開いて、そしてな、何入ってきたぜ。最高の観客がよ。アスナ、気をつけろ。奴のアジリティは異常だ。行くぞ俺。早い。よく防いだな。やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。耐久チャレンジと行こうぜ。アスナ、させるか。おっと、寝てりゃいいのに頭悪いな。仲間を傷つけられたくないってか。ヘドが出る。いいぜ、2対1でも何でも来いよ。攻撃の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。あれ、腰が引けてんじゃねえのか。で、攻撃だ。こっちの動きが読まれているのか。見えるんだよ、お前らがどう動くかがな。分かったろ、実力の差が。さっさと諦めて。なんなの。おい、一旦引くぞ。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。どうしたんだろう、急に。わからない。それよりも来てくれて助かったよ。言ったじゃない、君のことは私が守るって。ありがとう、アスナ。プレミアちゃんは大丈夫？は
私は何も問題ありません。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう。みんなにも話をしないと。プレミアちゃんにそっくりの女神の子に NPC を襲わせるなんて、そんな。ほんと、ろくでもない攻略の仕方をするわね。でもそれができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。全然納得はできないけど。ああ、ジェネシスの言うがままなのか、もう一人の女神ってのは。彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。彼女に罪はない。もともとは性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。でもあいつブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは二人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。それにもう一人の女神も放っておけないよね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようとも次の場所に行こうと思う。ジェネシスとあの子を止めるために。ああ、これ以上好きにはさせぬ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが、心理的な症状は表に出ます。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。はい、ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ。その可能性はかなり低いと思う。 SAO の時から政府による回収は続いてて、世間にはほぼナーブギアは存在しないと言われている。アミスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは。アミスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。カーディナルシステムとともにカヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの？いや、ちょっと待てよ。アミスフィア、むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。ああ、あれだ。
確かにそこなら改造できる余地がありますね。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。何ですか？改造できる余地って。さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。あれはカヤバが考案したものではなく、 SAO の事件を受けて後付けされたものだ。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと？ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そうして覚醒した状態を維持し続ければ異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイできる。まるでバーサーカーのように。そんなことをしてまで強くなりたいなんて並じゃない執念深さだね。でもそんな力でこのゲームを無茶苦茶にしようとしているならますます許せないよ。このことを運営に知らせればジェネシスを何とかできないかな。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。ああ、何としても事実をつかんであいつを止めてみせる。それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、みんなも十分に注意してほしい。ここにいるみんな簡単にやられたりしないわよ。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。もし本当に不正を行っているならジェネシスを絶対に放っておけない。この世界を人の勝手な都合で好きにしていいなんて俺は納得できないから。